やっとユータに連絡できた。絶対逃がさないからね。誰ですか？私を覚えてないってどういうこと？同窓会の後二人で燃え上がったでしょ。え？荒井美久よ。泥酔してたからって忘れたとは言わせないよ。隣の家に住んでた幼馴染の？そう。ちょっと待って、同窓会の後燃え上がったってどういうこと？酔っ払って本当に記憶なくしちゃった？いや、そもそも俺同窓会行ってないぞ。ああ、そういう感じで来るパターンね。はい。奥さんがいるから私との関係をなかったことにしようとしてるんだ。あ、いや、そうじゃなくて。自分から誘ってきたくせに今さら何なのよ。話を聞いてほしい。いや、聞かない。朝私が起きる前に置き手紙残してホテルから出て行ったもんね。 LINE も教えてくれずにさ。そうだ、俺の LINE どうやって手に入れたんだ？ Twitter で同級生とつながってるからそこから聞いた。誰だ勝手に教えたやつ。奥さんと別れてミクと結婚してよ。ユータは私の初恋の人なんだから。いや無理だよ。それに本当に俺はミクとは会ってない。じゃあ同窓会にいたユータは何？お化け？言い訳できないよね。俺もわけわからん。中学2年を最後にユータの顔見てなかったけど、変わらずにハンサムだった。え？チャームポイントは高いお花と整ったイーライン。それはどうも。あんなに綺麗な顔はあんたくらいしかいなかったし、間違いないわ。みんな大人になって顔が変わったんだろ。男はメイクしないんだからそんな変わらないでしょ。それにあんた自分でユータだよ久しぶりって声かけてくれたんじゃない？同窓会で？そうよ、二人で抜けようって言うからほぼほぼ同窓会参加してなかったけど。本当に記憶ない。しかもその日は妻と一緒にいたし。そんな嘘ついちゃっていいんだ？嘘じゃない。ねえ、燃え上がった夜のことをよく思い出して。私たちルフィもせずにそのまましたのよ。え？もしかしたら妊娠してるかも。マジか。そしたらどう責任取ってくれるの？もちろん奥さんと別れて再婚してくれるのよね。それが本当ならそうするさ。でも俺はしてない。うちのクラスにユータってやつ他にいないし、何なんだ？他のクラスのやつが混ざってるわけないよな。言い訳苦しいんじゃない？同窓会やってたのはうちのクラスだけ。ごめん、本当に訳がわからない。でもこれだけは言える。俺には大事な家族がいて今すごく幸せなんだ。だからその幸せを壊そうとしないでくれ。自分勝手すぎるわ。こうなったらあんたが私のものになるまで地の果てまで追いかけてやる。怖いから本当にやめて。俺はユータ、31歳です。行ってもない同窓会で俺は幼馴染を引っ掛けたらしい。なわけあるか。 LINE の相手ミクとは俺たちが中学2年生の時まで家が隣同士でした。その時から今のようなメンヘラ気質があって、当時から彼女のことが苦手でした。好かれていたのはなんとなく分かっていて、髪の毛が入った手紙を渡されたり、結婚届と書かれた紙が送られてきたりしましたね。だから彼女の父親の都合で引っ越してくれた時は正直ホッとしました。それなのにメンヘラ再来。俺のドッペルゲンガーは何をやらかしてくれたのでしょう。ここからさらに事態は悪化し、妻までも巻き込まれることに。1ヶ月後、ツイッターに変なことを書き込むのはやめてくれ。ツイート見てくれたんだ、嬉しい。しかもユータから連絡してくれるなんて。友達から報告されたんだよ。ユータの子を妊娠したなんてツイート見たら連絡するしかないだろ。しかも俺の妻のことを泥棒猫とか散々書いて。だって奥さんがいなかったらスムーズに結婚してくれたでしょ。俺が独身だったとしてもミクとは付き合えない。関わりたくないんだよ。は？昔から苦手だったし怖いんだ。ひどい、乙女心を傷つけられた。ツイッターにないことばかり書いて嫌われるのは当然だろ。だってどうせユータに言ったってしらを切るだけだもん。ツイッターに書けばみんなに広まって逃げ場をなくすことができるでしょ。
ミクの言っていることが本当なら、俺を名乗る人物の正体を探すのが先だと思うよ。そうやって逃げようとする。奥さんにバレたくないだけでしょ。妻もミクのツイートを見たよ。激怒して口を聞いてくれない。なんだ、奥さんとの絆なんてそんなもの。そうじゃない。でもさすがに俺も妻もショックを受けてるから。素直になれば。ミクとしたのよかったくせに。結婚してくれたらもっとたくさんいいことがあるよ。いい加減にしてくれ。ツイートを削除して、さっきのはデマだと書き直してくれ。無理、本当のことだから。なら名誉毀損でミクのことを訴える。そんなことしていいと思ってるの？は？私、受会に行っちゃうよ。何言ってるんだよ。だってお腹の子と二人きりでどうやって生きていけっていうの？それは冷たいことを言うようだけど、俺には関係ない。私を見捨てるんだね。分かった、受会に行く。待て待て。待ってどうなるの？私のことを助けてくれる？子供のことは考えるから一旦待って。やった、やっとユータが振り向いてくれた。とりあえず俺に時間をくれ。ちょっとだけだよ。1週間後。ねえ、いつまで待たせるの？早く奥さんと別れてよ。そうだな、別れてもらうしかないよな。よかった、やっと決心してくれたのね。どうだろう、それは本人に聞いてみろよ。え、誰？ミクと熱い夜を過ごしたキヨシだよ。は？おい、なんか話せよ。はい。いや、誰よこのキヨシって。覚えてないか、中1、2の時同じクラスでいつも隅っこにいたキヨシ。え、まさかあの影の薄すぎるブサイク？ボロクソに言ってるけど、ミクは同窓会の時にキヨシと燃え上がってたんだぞ。はあ？ほら、自分で話せよ。すみませんでした。ユータ君になりすましてました。嘘言わないでよ、すっごいイケメンだったけど。大学生の時に整形したんです。人生を変えたくて。それこそユータ君に憧れていたから、鼻と顎にプロテーゼを入れて目も二重にしました。マジ？ミクさんがユータ君のことが好きだって知っていたから、ユータだって言ったら相手してくれるかなと思って。ちょ、最低なんだけど、騙された。他の同級生たちに連絡したら、だんだんとからくりが見えてきて、キヨシに連絡したら案の定これだ。ありえない、一生の恥だわ。俺からしたら二人とも恥だよ。キヨシは奥さんいるよな。嫁には黙っててほしいんだけど。それは無理だよ、知ってしまった以上放ってはおけない。俺も巻き込まれてるし。キヨシ、あんたのこと絶対許さない。私は妊娠までして大変なんだから。養育費を1000万円請求するわ。それはこれは義務よ。本当に妊娠してるの？当たり前。本当に俺の子？あんたとしかやってないわよ、本当運が悪い。ああ、なら妊娠したってのは嘘だな。え？俺、無精子病で子供が作れないんだよ。はあ？嫁と妊活してる時に発覚したんだ。ミクさ、俺と再婚するために嘘ついたと思うけど、今キヨシからお金取るためにまた嘘ついたろ。あ、いや、その命を軽視するな。ごめんなさい。とりあえずキヨシ、君にはなりすましで訴えさせてもらう。これは名誉毀損になるから。え、俺も？そりゃそうだよ、勝手に人の名前使うな。でも嫁にも今回のことを話すんだろ？ああ。どっちかにしてくれよ、こんなのってあんまりだ。何言ってんだ、自業自得だろ。俺はずっとユータ君に憧れてきたんだ、いわば弟子だよ。そんな俺を見捨てるのか？弟子なら浮気せずに一途に妻を愛せよ。でも無精子だって分かったらルフィなしでいろんな人とできるし。お前クズじゃん。もういいよ、弁護士から連絡するから。おい待ってくれ。さて、次はミクだけど。ねえ、こないださ、奥さんが激怒して口も聞いてくれないって言ってたじゃん。で、
それって離婚の危機なんじゃないかなって。だからね、私が結婚してあげる。結婚届出しに行こう。結婚届けってまだそんなこと言ってるのか。31歳とは思えない発言だよ。だってゆうたのこと小学生の時からずっと好きなんだよ。好きなのと頭がまだ子供のまま止まっているのにはなんか関係性があるの。難しいこと言わないで。私たちが結ばれないなんてありえない。あ、そう。二人で子供作ろうよ。ゆうたも欲しいでしょ。俺には愛する妻との間に二人の子供がいる。もうこれ以上踏み込まないでくれ。でも、それに妻の怒りの矛先は俺じゃなくてお前だよ。妻は俺のことをいつも信じてくれる。浮気なんてしてないって最初から分かってたよ。そんな、私の入る隙なし。そういうこと。うちのは怒ると手がつけられないから、ミクにできる限りのことをするって言ってたぞ。何する気？まずは名誉毀損で訴えるのと、妊娠したと嘘をついたことで詐欺、受会に行くと脅したことも罪になるってすごい早口で唱えてる。やだ、絶対にやだ。それこそ訴えたりなんだりするなら受会に行くから。そうかそうか。え、止めてくれないの？もうそういうの通用しないんだよ。私が本当にいなくなったらどうするつもりなのよ。知らん、俺たちには関係ないよ。冷たいよ。こんな莫大な迷惑かけられといて優しくなんて接することはできないよ。後で後悔しても知らないよ。うん、大丈夫。今度こそ弁護士構えるから連絡はそこからでよろしく。ねえ待ってよ、奥さんよりも私の方がゆうたのこと知ってるし、早く出会ったんだから。お願い、考え直して、私をお嫁さんにしてよ。はあ、メンヘラって怖い。後日談。正直受会に行くというパワーワードはパンチが強かったですが、それではこちらが何もできないと思い妻と相談してそのまま訴えることに。結果的に示談で済ますことになり、ミクのご両親が示談金を支払ってくれました。ここで知ったことですが、ミクは仕事もせずに実家で毎日ぐうたらしていたようで、受会に行くは口癖らしい。これを機にきつい仕事をやらせて肩代わりした示談金もしっかり返済してもらうそうです。清の浮気も奥様にバレたようで離婚が決まりました。整形していたことすら知らなかったらしい。整形を黙って結婚した場合、訴えたら勝てたという事例があったそうですね。奥様はどうするのかな。一番良かったことはミクが妊娠してなかったことです。もし産むなんて言ったら、こんな地獄のような状況に産み落とされた赤ん坊がかわいそうでならないので、自分の子たちは幸せに生きられるように、これからも妻と二人で素敵な家庭を守っていきます。